スタートしました。まずスタンド前、何がいきますか。5番キングスコール、そしてテリオスララ、内から2番湘南サムデイ、前に来まして間には6番ゲレル、あとは1番のカーヌスティが追走、3番のメテオレーナ、後方から2投目7番アルデフォックス、最後方4番ルージュミレネールで8投、1コーナーをカーブしていきます。先頭は2番の湘南サムデイ、 1,2 コーナー中間です。リードが1馬身、2番手は5番のキングスコール、そして1馬身差、外8番テリオスララ、3番手、内は1番のカーヌスティ、2コーナーをカーブして向こう上面へ、間には前から5投目6番のゲレルがつけています。その後は2馬身差、後ろ3頭7番のアルデフォックス、そして3番のメテオレーナ、最後方から4番のルージュミレネールが上がっていきます。中段そして先段へと上がっていきます。前が固まってきて、今度は外からテリオスララ先頭か、 1000m 通過1分1秒4です。さあ第3コーナーを迎えます。前は3頭、5番のキングスコール、そしてテリオスララ、外に4番ルージュミレネール、3、4コーナー中間です。そして1馬身差、内2番の湘南サムデイ、4番手、外手が動いている6番ゲレルです。4コーナーへ向かいます。あとは3番のメテオレーナ、そして1番のカーヌスティ、1頭遅れて7番アルデフォックス、最後方前は4コーナーカーブから直線へ、3頭広がっているが、わずかに5番のキングスコールが、キングスコールが先頭、残り 200m を通過した。8番のテリオスララ2番手か、湘南サムデ4番のルージュミレネール、外からは3番のメテオレーナも差を詰めてくるが、5番のキングスコールだ、五輪デビュー勝ち、2番手は8番テリオスララ、あとは湘南サムデイ、そして外に4番のルージュミレネールなど、レコードです。1分47秒8、レコード勝ちです。5番のキングスコール、ドゥラメンテ3区。